もうカメラ回ってんのこれ、ま、回ってんのかな。 OK、 Q 出た、今 Q 出た、 Q 出た、出てる。はい、どうもー、こだるま日和のこだるま、こうたろうです。かなちゃんでーす。プールでーす。これだ、あれやったね。あれですよね、あれやったよね、あれ。ぬれせんべい味のまずい棒 VS ぬれせんべい。そん時に予告したぬれ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 カステラ、カステラ、だいぶ前ですよね、確か。そうだ、だいぶ前。もうお待たせしちゃいましたね。お待たせしちゃいました。ぬれカステラとカステラの勝負しっぺって話だったらね。で、やっと買ってきました。はい、ぬれカステラ。こちら極上きらめき卵の何釜出しカステラ食べたい。これが食べたい。銚子電鉄、うん、バナナ車掌のバナナカステラです、うん、でーす。カステラ、ステラ、カステラ。うまそう。これミルクと一緒に食べたい。あ、わかる。うまそう。わかる。ミルク、ミルク、ミルク、ホットミルク、ホットミルク。ああ、わかる。ないわ、ないわ、ないわ。牛乳ないんですか。ないわ。今日はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。はい、それではまたまたね、バイバイ。いや、終わんないから終わんない、終わんないから。そういうビタミン B6 とか B2 とか入ってるんだ。これはあのおしっこ黄色くなっちゃうやつだって、 B6 とか。え、これおしっこ黄色くなっちゃうのか。分かんない、分かんない、分かんない。 B6 ってなんかほらチョコラティーみたいな。じゃあみんなこれ食べた後のおしっこは、うん、黄色い、黄色い、うん、楽しみです。黄色くなるかどうかっていうね。そういう、え、そういう動画なのどれが一番黄色くなるかこれあの食い終わった後にどれが一番自分に合ってたか、お口に合う、そうそうそう、どれが自分に合う。なるほど、うん、じゃあそれでは早速実食で、ちょっともう一回揃えようか。それでは早速実食いってみよう。もう一回やってみる。それではいってみよう。バナナカステラ。あれ、なんかこれ、なんかこういうデザイン見たことない。これ、うわ、なんか見たことない、こういうデザイン。開けた瞬間バナナの、おお、待って、バナナですよ。なんかバナナのあのあれだ、なんか入ってます。美味しそう。どうですか？うん。率直に言っていい？東京バナナってこんな感じなんだっけ？やったなって俺、うん。またやったな。またやったなこれ。じゃあこれいきましょうか。カステーラ。よっしゃ行くぞ。ビタミンカステーラ。うん、あ、最高。あ、うれ、うまい。あ、あれの味しません？ふがし、うんうんうん、ふがし、うんうん、あ、ふがしだって、うん、俺はね、あれだと思った。合わせてる、うんうんうん、さっきバナナカステラとカステーラ名前は一緒だけど、まあ、一緒とか一緒じゃないけど感覚全然違うけど、これはこれでうまいね。うん、うん、びっくりするほどこう軽いんですよ。持ってる感じがしないんですよ、うん、軽いね。だからやっぱりあの、まあ、やや甘いんですけど軽いですね、うん、ちょっとやっぱりなんだ、駄菓子食ってる感覚になっちゃうな。なんかこのパッケージのデザインとかも、うん、ちょっとなかなかレトロな。でしょ、でしょ、俺これにやられちゃったのに、ね、これにやられちゃったのにね。うん、いっちゃいましょうよ、こだまさすら。こっちこれいっちゃいましょう。めっちゃ楽しいんですよ、なんか。それでは極上カステラやってみますか。あ、あー、あのね、ちょっと持ってみて。あ、お、あー、あー、ね、ね、みんなってなんかスケベなリアクションが、あー、ね、あー。と3つ目にしてビジュアルはザ・カステラですね。ザ・カステラですね。こうやって食いやつ。それでは行ってみますか。ああ、あのね、出会っちゃったかな。カステラの代表みたいな味がする。ああ、いただきます。
あ、もう全然違う。このなんだろう、カステラって柔らかいんですけど、この絶妙な噛み応えというか、ただ柔らかいんじゃなくて、ちゃんとこうしっとりっていう、あ、これはうまいですよ。一番このカステラが今まで食った中で湿ってますよね。で、なんか食った時にふわっとなんか蜂蜜の香りが、お、それか、それか、足んなかったの。さて、さて、いよいよ本命の来ましたよ。調子名物ぬれカステラ。はあ、いいわ。カステラの小指ずつ磨きみたいな。帰れ帰れ。なんだって、もう一回なんだって。濡れカステラの小指ずつ。帰れ帰れ。うわ、手が、あ、なんか、あ、え、なんかちょっと、濡れてる気がする。え、なんかちょっとここ、濡れてる気がする。ここちょっと指入れてみてください。ああ、なんか濡れてる気がしますよね。なんか湿気が、湿気が、入れてくださいよ、入れてください、指もああ、第二関節まで入れました。あー、ん、あ、普通。見た目は普通、特に、うん、今見た感じだと、うん、濡れ、うん、普通のよりしっとりしてる感じは見えないですね。うん、なんかビジョビジョでもないですね。じゃあちょっと切ってみます。入れてみます。はい、入れてみましょう。入れてみます。入れると、あ、どう？あ、あ、って感じ。ちょっとちょっと。ごめんごめん。一気になんかピンクな感じになります。ああ。瞬間、すごいしっとりしてね、はい、うん、ちょっと香り変えてくださいよ。なんかちょっとお酒飲みやすいかな。あ、なんかちょっとでもやっぱり、あ、なんかやっぱケーキっぽい、うん、うん、ああ、うん、お、これすごい、あ、すごいなこれ。ちょっと食べて、うん、食べて、食べて、食べて、じらしましょうよ。食べて、食べて、もう我慢できないから食べて。食べて、止まんないで、早く。うん、ね、ね、ね、うん、びちゃびちゃ、うん、カステラの感覚とは違うよね。そう、そうなんですよ、そうなんですよ。これはこれで絶対ファンがいると思います。濡れカステラだけど、濡れ濡れぐらい言ってもいいような気がする。間違いないですね。で、1週間、はい、3時のおやつに毎日出てくるとしたら、うんうん、せーの、これ、あ、あ、分かれた、そうなんだ、あ、これ面白い、ね、え、小田沼さんが、あ、僕はこれ、ぬれ、ぬれ、うん、かなちゃんが、カステラ、あ、私、極上ですね、あ、うまかった、すごいうまかったね、うん、じゃあ、た、あれですね、お口にあったんですね。あったあった、うん、毎日食ってもいい、朝昼晩食ってもいい、これ、なんでこれ、私これは結構私飲み物大事なんですよ、カステラって、うん、だからこれ牛乳にもすんげー合うし、わかるわかる、なんか悩んだんだよ、ちょっとたまたまやっぱりこういちごミルクでもいいかなとか、あとカフェオーレとかでもすごい絶対美味しいと思って、わかる、私はもうこれはね、確かにこれはね、喧嘩しない飲み物が、うん、じゃあもう まさに自分はその連日食べるとしたら、うん、もう直球のやつっていうシンプルなやつです。あとはあの美味しいんですけど、うん、3日目で、あ、またかってなりそうな感じがしたんですよね。だったらもう王道だったら、うん、僕受けられるかなっていう、なるほどね、なるほどね、うん、そういうわけで、まだなんか機会があったらなんか食べ比べしてみたいと思います、うん、じゃあ、まあ、終わります、はい、お疲れ様でした、はい、したっけよ。